さあということでこちらのステージ続きましてはこの2人に登場していただきたいと思います。サムライジャパンに選出されましたドアラつば九郎です。拍手。サムライジャパンということでね登場していただきました。皆様今一度大きな拍手をお送りください。よろしくお願いいたします。さあそれではねドアラとつば九郎には今日集まっていただいた皆さんにまずはご挨拶をいただきたいと思いますので、分かった分かった、ユニフォームね、ユニフォーム後でちょっとお話聞きたいと思いますのでね、まずはご挨拶をお願いいたします。つば九郎もお願いします。皆さんに向けて今日本当にねたくさんの方にお集まりいただきまして、もう通路もはい、なんで人多い、それ挨拶ですか。まあ確かにね多いですけどもね、人多いね確かにね。そしてそしてつば九郎はあっ、なになに、はい、空気読まずにオープンしてな、え、なんかごめんねね、今日集まった皆さんにねご挨拶なんですけど、皆さんもう二人ともね OK ですちょっと捨てないでくださいよステージの上ね。さあということでね、さっきユニフォーム2枚も髪が2枚も気をつけてあげるのこれあげるんですか。ということでね、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、今日は侍ジャパンのユニフォームをお二人ともね着ておりますね。とっても似合ってると思いますが、どうですか、お互いのこうユニフォーム姿を見て感想などを聞かせてもらいたいと思いますが、何グー似合ってる、それつば九郎似合ってるってこと、あすごいよよいいねかっこいいポーズ決めてくれましたね。つば九郎はいかがですか、ドアラのユニフォーム姿を見て。お、来るかよっよっと来ましたお互いね褒め合っておりますね、ありがとうございます。さあということでね、侍ジャパンですよ、2人とも日本代表として選ばれましたね、え震えてますよドアラ、大丈夫ですか。ね、ぜひその日本代表ということでね意気込みを聞かせていただきたいんですけれども、大丈夫です、確かに大丈夫ですか、膝震えてますよ嘘嘘、あ、何インフルエンザに気をつける、そうですね、インフルエンザは本当に気をつけてくださいね皆さん、手洗いうがいをしっかりとして、今日本当に人も多いですからね気をつけてください。そしてそしてドアラは意気込みは何がある、ふーっとね気合入ってますね、ちょっとそしてとんかつ100円、あそことんかつ100円って書いてあるの、今日とんかつ100円なんです、100円なんですか全然意気込みがちょっとわからないんですけど、ふーっととんかつ100円とね、まあ、ということで2人ともねとても気合が入っているということなんですね。せっかくですので侍ジャパンの小久保監督に一言ずつメッセージをお願いしたいと思うんですが、ここはちょっと決めてくださいね、はい、今からね試合を控えておりますが、監督に向けて一言ずついただきたいと思います。どうでしょうか、どうぞ同時に、はい、辞退する人が多い中お疲れ様です、もうなんとも、まあね、こうなんかねどう触れていいのか、そして迷惑かけないよう気をつけます、はい、本当にそれはねどうぞ気をつけてくださいね、はい、しっかり応援をしてくださいね、よろしくお願いします。さあということでね、本当に試合前気合十分の2人なんですけれども、今日はドアラつば九郎だけではなく、ね、さっき田辺も登場しましたが、まだまだたくさんのゲストがいるんです。ここでちょっと早いかなもうちょっと
という声が聞こえましたのでね、ここでもうちょっと質問をいきたいと思いますけれども、何がいいですかね、試合の見どころ、お二人が見どころとして注目している部分はどこでしょうか。こっち見ないで、はい、さあ間もなくね、今日は、ね、19時からプレイボールということで、本当にもうすぐ開場時間ともなりますけれども、見どころは、はい、僕たちの CM 中の出番、そこですか。そして何はい、まあ、そんな感じでね、参考になってるのかなだから、もうこれはねさあということでいきます。もう一つ質問、どうしましょうねどうしましょうね、お二人の質問か。つば九郎は今日は朝から来てたんですか。そういうわけじゃない今来たばかり、うん、あんまり何でしょうか、返事が返ってこないんですけれどもね、はい、今来たばかりということで、ね、今日は本当にたくさんの方にお集まりいただきましたけれどもね、こんなに人が多い中ね、ま、頑張ってくださいということですいません時間になりましたので、それではスペシャルゲスト第1弾ということでお呼びしたいと思います。くまたんとくまたんの彼女です、どうぞね、試合のファーストピッチセレモニーで登場します若月千夏さんのプロデュースのキャラクターのくまたんとくまたんの彼女です、よろしくお願いいたします。そう、二人もね素敵、侍ジャパンのユニフォームにね身を包んでおりますけれども、子供から大人まで幅広い世代に人気の二人でございます。どうしたの何しておりますが、にもね取り入れられるなど本当にね幅広い人気のくまたんとくまたんの彼女でございます。さあ今日はですね、くまたんのオリジナルグッズ付きのくまたんシートも登場しています。さらにですね、 T シャツやアクリルキーホルダーなどのコラボグッズも販売されているということで、ね、くまたんとくまたんの彼女も侍ジャパンを応援するために今日の試合に駆けつけてくれました。さあということでですね、せっかくドアラ、つば九郎、そしてくまたん、くまたんの彼女がこのステージに登場しているということで、何かね一緒にやっていきたいなと思うんですけれども、ね、くまたんとくまたんの彼女、ね、幅広い世代に、ね、かわいいということで人気です、ね、ドアラえってドアラがえって言いましたけど人気なんですよ。でドアラとね、つば九郎ももちろんね球団マスコットの大人気キャラクターということで、そのね実力をねここで対決していただきたいと思います。ということでこの4人でですね、ペアを組みまして、くまたんとくまたんの彼女ペア、そしてドアラとつば九郎ペアでかわいいポーズ対決をしたいと思います。拍手。さあかわいいポーズですよ、大丈夫、もちろん OK、 くまたんとくまたんの彼女も大丈夫ですか、ね、もう2人は息ぴったりだよね。さあそれでは判定はね、負けました、ちょっと待って、まだやってないですよ、まだですよ、ここからですからね、しっかり考えて、ドアラとつば九郎もねいつもね仲良くしてますよね、はい、息ぴったりのポーズを見せてくれるのではないかなと思いますので、判定は集まっていただきました皆さんに拍手で決めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあそれではまずはじめにくまたんとくまたんの彼女、前の方へ出てもらってもいいですか。あーかわいい、もうこの出てくるところからかわいいですだから真似してますけれども、さあそれではま
ずは2人に可愛いポーズを撮っていただきたいと思います。もうポーズ決まってるのかな、大丈夫 OK。 それでは行きましょう。クマタンとクマタンの彼女のポーズです。はい、ポーズ。あー、可愛いキュピーって聞こえたねすごいすごい、ピキーってね、もうね、光り輝くポーズを見せてくれました。ありがとうございます。皆さん大きな拍手お願いします。可愛かったですよ。それではクマタンとクマタンの彼女、ちょっとね、後ろに下がっていただきまして、はい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 、オッケーかな。じゃあ今度はドアラとツバクロウにね、可愛いポーズを撮ってもらいたいと思いますよ早速ね、クマタンとクマタンの彼女参考にしてるのかな、これはねさあ、それではドアラとツバクロウももう決まってますか、 OK ですか。それでは行きましょう。ドアラとツバクロウの可愛いポーズです。どうぞ。うわですか今の、ほーって聞こえましたよ、ね、そういうの違反ということでね、お題は可愛いポーズだったんですけれども、さあどちらのポーズが皆さんのね心に響いたのでしょうか可愛いポーズですよ、いいですか、可愛いポーズですからね。では判定いきたいと思います。皆さん拍手で教えてください。くまたんとくまたんの彼女のポーズが可愛かったと思う人拍手。おー、なんか危ない予感がしますが続きまして、ドアラとツバクロウのポーズが可愛かったと思う人拍手。おー、皆さんすごいあれですね、クマタンね、ちょっと可愛いの概念がなんか私は覆されたような気がします。賞金そういうのではないので、今日は賞金はご用意しております。ごめん怒らないで怒らないでくださいということでね、なぜか今日集まっていただいた皆さんにはね、ドアラとツバクロのあのちょっとセクシーな可愛いポーズが響いたということで、大勝利の2人に大きな拍手をお願いします。あら、なんでしょうかこれは。いや、まさかね、クマタンね、クマタンの彼女もとっても可愛かったんですけどね、まあ僅差で負けてしまったということでね、うん、僅差でね、はい。でもね、クマタンとクマタンの彼女にはね、これからも幅広くね、あの子供から大人まで愛されるキャラクターとして頑張っていただきたいと思いますので、はい、ありがとうございます。どうしましょうか、もうワンポーズいこうかな、リベンジね。どうしたのドアラ、 OK、 もうワンポーズ対決しようかな。よし、じゃあね、ちょっとクマタンとクマタンの彼女がこういうポーズを取るのはどうかなと思うけど、かっこいいポーズ、今日の侍ジャパンの試合のこう意気込みを感じる、こう力がこうみなぎってくるようなかっこいいポーズを、 OK、 いいですか、行きたいと思います。大丈夫、行きますよ。それではいいですか、じゃあクマタンとクマタンの彼女、前の方へお願いします。 OK、 じゃあ今度はかっこいいポーズ対決をしていきます。それではクマタンとクマタンの彼女のポーズです。どうぞ。おおおー、さすがパワーが出てますね、キラ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 、ありがとうございます、大きな拍手ありがとうございます。クマタン力こぶで出てましたよね、かっこよかった。はい、それではクマタンとクマタンの彼女は後ろの方へお願いしますピッ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 しないで、じゃあね、ドアラとツバクロ、いいですか、今度はかっこいいポーズですからね、またそれかっこいいポーズですよ、いいですか、任せといて、
もちろんですよ。いきましょう。それではドアラつば九郎のかっこいいポーズどうぞ。つば九郎さっきとあんまり変わってない気がするけど、皆さん大きな拍手ということで、なんか二人とも自由ですね。はい、では早速判定の方に移らせていただきます。くまたんとくまたんの彼女のポーズがかっこよかったと思う人拍手。お、さっきより多いんじゃないですか。続きまして、ドアラとつば九郎のポーズがかっこよかったと思う人拍手。うわお、やっぱり球場では強いですね、2人はね。やっぱね、あ、そういうこと言わないで。はい、分かってます分かってます。いや、ということでね、でも拍手、皆さんの拍手を聞いてると全員のポーズもかっこよかったということで、今回はね、引き分けにしましょうか。あ、納得いかない。ちょっと、優しさ、優しさをね、つば九郎優しくいこう。もうね、あの、コミュニカーでこうね。はい、行きましょう。はい、ということで4人のかっこいいポーズに大きな拍手をお願いします。かっこよかった、ありがとうございました。ということで、くまたんくまたんの彼女にはこの後の試合も応援していただきますので、ここで一旦お別れとなります。皆さん、くまたんとくまたんの彼女に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。九郎はまだこのステージを盛り上げて九郎へと、はい、すいません、はい、ありがとうございました。さあ、ということでね、ほっとりくっついていくのかな、ついていかないでね、まだまだですよ、この後も続きますからね。